2005年9月24日に行われたワシントン DC での反戦デモ。横断幕には、ブッシュ、チェーニー、イラク、カトリーナ、インテリジェントデザインはそのくらいにしとけと書かれている。デモ活動は、ある特定の意思、主張を持った人々が集まり、集団でその意思、主張を他に示す行為である。デモとは、デモンストレーションの略であり、G 運動、G 行為、あるいは単に、 デモとも呼ばれる。その活動内容によって、デモ行進デモ集会ともいう、国会議事堂を取り囲むデモデモ活動は、公の場で集団で自分たちの意思や主張を示す行為である。事実上の責任者や決定者がいる、施設の前で行われることもある。集団の主張が他の人が認知できるようにプラカードなどを掲げたり、マイクやスピーカーで演説をする場合もある。 デモ行進のように徒歩で一定区間を移動しながら行われるものも見られる。大きなものでは数万人から100万人の規模が参加する一種の集会のようなものもあれば、その一方で参加人数はともかくとして非常に遠距離を移動しながら主張を掲げ続ける場合もある。主張されるテーマは政治や経済、社会に対するものなど多岐にわたり、それらは個人的な主張から、 社会問題を示して世間にアピールすることを目的とするものまで様々である。日本において20世紀末以降、一般に見られるものでは、大抵は自分たちの主張が書かれたプラカードを掲げ、路上を更新するなどの内容で、広く公衆にその意思、主張を表示するでも更新であるが、自動車や歩行者の往来に用いられる道路を一時的に、せよ占有することもある場合は、 多くの都道府県条例では、諸葛警察署から事前の許可を受けなければならず、法治国家のうちではいくつかの守るべき点もあり、無許可のデモ活動は取り締まりを受ける場合もある。また暴動に発展する可能性を警戒して警察が監視することがある。日本でも1960年代の安保闘争や日本の学生運動が盛んに行われていた当時は、 デモ活動から暴動に発展する事態もしばしば発生した。なお、政治的主張をデモ活動で掲げることをそもそも禁止する国、地域もある。一般に、そのデモに参加する人が多ければ多いほど、そのデモの世論に働きかける力は大きいと言えるが、社会不満が大衆に鬱積している状況下では、任意の参加を認める場合に次第に集団が膨れ上がって、 無秩序に集まった結果として暴動に発展する傾向も強い。このため故や地域によってはデモをする場合、事前に参加人数などや活動の目的、移動経路の細かい届け出が必要な場合もある。なお、開催日時と場所によっては渋滞などを引き起こすことがあり、通行人や周辺住民などにとって非常に迷惑になるため反感を買うこともある。デモ活動では、 特に目立ったトラブルもなく、社会の注目を集められれば、一応の成果と言える。さらに加えて、それら主張が周囲に認識され、それらが他人にも受け入れられたのであれば、目的を果たしたと言える。主張は、そのデモ活動を行う集団にもよってまちまちである。しかしやからさまに、反社会的な主張は、これを見た者の,の怒りないし不快感や霊笑を得ることは、 あっても受け入れられることはない。例えるなら人種差別を合法化せよという主張をすることがこれに当たる。また主張と行動の内容に不一致が見られるとこれも同様に不信感を被むることもある。例えば環境保護は大抵の場合において他の指示を得やすいテーマだがこの主張を掲げながら活動し終わった後がゴミだらけだという場合は台無しになる。 自然保護活動に際しては、ただ集団で主張を掲げるというだけではなく、主張を掲げつつ、集団で所定区間のゴミを拾う活動を行う団体もしばしば見られる。また主張が一方的であるとか、独善的な場合も同様である。例えば銃社会の問題が深刻な地域で、自衛のために銃が必要だとして、銃の所持と販売のさらなる容認、緩和、つまり、 重規制撤廃を訴えた場合がこれに相当するだろう。このため多くの場合では他人に示した場合に賛同が得られるか、あるいは賛同されないまでも拒絶もされないものを示し、またそれらのテーマに沿ったアピール方法を選択し、主張を示すにしても一定の注意が払われ、常識的に妥当な理由が示される。こういったデモ活動において掲げるテーマが選ばれたケースとしては、 1991年には日本で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の制定に絡んで暴力団員を含む支持者団体がでも活動したケースもあるがこの際には憲法で保障された結社の自由を侵害するや暴力団構成員にも家庭があるが行動を禁止されると子供を養えないなど別の視点、理由によるものや同情を呼ぼうとした主張が掲げられた 結局、同法は、暴力団が集団として存在することではなく、違法な行為で、市民生活を妨害したり、金品を得ることを規制する、正確の法律であったため、意見問題に関しては、合憲との判断がなされている。デモを成功させるのには、それが行われる時と場所が重要である。誰も見ていないところで、誰もいない時間にいくらデモをしても意味がなく、より効果的に行うために適した日、 時間としては、デモの参加者が集まりやすく、他人にも示しやすい休日が選ばれることが多い。またより、デモを意義あるものにするため、例えば反核運動では8月6日を、イラク戦争を避難するのに3月20日を、原子力撤廃を訴えるのに3月11日を、反ロシアを訴えるのに8月9日を選ぶなど、デモに関係する記念日を選ぶことがある。また場所は、 大人数を収容できる広場や、その更新に適した道幅の広い大通りが選ばれる。また、デモに関係する土地や、施設の前で行われることも多く、例えば所定の国の政府の政策に抗議するために、その国の在外交換前でデモを行うなどが見られる。しかし、ただ人通りが多い場所や日時を選べばよいという、ものではない。交通量の多い通りのいくらかの車線を封鎖したり、 普段から混雑する広場や歩行者専用道路を用いてデモを行うということは多くの人に自らの主張を伝えられる一方、渋滞や混雑などで直接的な不利益を被ったものは不快感を、そして時には主張そのものに反感を覚え、さらには直接的な衝突に発展することもある。これを回避するため治安当局はデモの主催者に開催場所や 日時の変更を指導したり、許可を下ろさないこともあり、デモ隊には多数の警察官が警備に当たることがある。中国の人権問題に関するデモ一般にデモは、非暴力による有効な戦略の一つであると考えられている。しかし時に、そのデモはエスカレートし、国旗を燃やしたり、周りにあるものを壊したりなどの暴力的な手段に発展することがある。 こうなってしまうと、主張を他人に伝えるどころではなくなり、場合によってはただ暴れたいだけのボートまでが寄ってきて、収集がつかなくなる。そのような参加者らがボートとかした場合、警察などが出動し、例えば参加者に対する放水や催涙ガス、ゴム弾といった、七姿勢の武器を使って、鎮圧を試みようとする。こういった状況は、デモ参加者との応酬に発展する場合もあるほか、 日差し調整武器を使ってなお、至近距離弾で死傷者も出すなど、熾烈さも増し、非暴力のデモ行進から暴動に発展する事態を、デモ計画者側が警戒する場合もある。なお警察側にしても、鎮圧のために死傷者が発生するのは、本意ではなく、高圧放水銃や、日差し調整の音響兵器のような装備の利用を行うケースも見られる。またデモ側が非暴力であったとしても、 国策の遂行に反対するデモなどは国家によっては無条件に武力で鎮圧される場合がありその際その国の治安維持部隊は強権的な手段に訴えることもある過去の例としては完全非暴力を掲げながら重家にさらされたインドの使の行進やデモに参加した労働者らに向け無差別発砲の起こったロシアの地の日曜日事件 アパルトヘイト政策であるパス法に反対する群衆に発砲を行ったシャープビル虐殺事件民主化を求め天安門広場を座り込みで占拠した学生らを武力弾圧した中国の天安門事件最近では香港において逃亡犯条例の議会通過を阻止するべく香港の立法会周辺に集まった学生や一般市民などに対し警察が発砲した事件などがある 大正時代の労働者でも日本にデモンストレーションという言葉が紹介されたのは20世紀の初めだとされ G 行為と訳された。終戦後、メーデーが復活し、終戦翌年の1946年には、食糧難、物資不足から1000万人が施設も囁かれ、米横瀬デモが発生し、暴徒化したデモ隊が皇居に入る、地のメーデー事件も起こった。各地で、 中国共産党式の非合法活動を行って世論の反発を受けた日本共産党は1952年の選挙で一点議席が例になった。日本共産党は1955年暴力路線を誤りだったと否定して議会による革命路線へ転換した。それに反発して以前の暴力による革命路線を貫いた日本の審査翼はその後も 非合法な暴力事件を繰り返して、日本の左翼衰退の原因となる。日本共産党自体は2003年6月2971年の改定でも維持した考量で、革命路線の君主制の廃止を、これの損廃は国民の総意によって解決されるに、自衛隊解散を要求するを国民の合意で憲法第9条の完全実施に向かうと改定している。 安保闘争に日本社会党やそれを支持する組織は非武装中立を主張して日本共産党や支持組織は非合法の軍隊とする自衛隊と日米安保に基づく米軍を不要としてアメリカが主導する陣営に対抗する自主的自警組織を主張して参加、支援した。選挙直前に参加者数は最高潮に達したが安保条約に反対して 闘争総実施していた日本社会党と日本共産党は1960年の総選挙で敗北した。安保当総にもかかわらず両党の合計得票は自民党の半分未満で投票率も前回の選挙よりも下がった。次第に第一野党の候補者擁立する選挙区自体が減って候補者全員が当選しても過半数にならないなど政権獲得や有権者による選挙よりも 市民運動やデモを重視する路線になる。二度目の安保闘争直前の1969年の選挙でも有権者全体の支持を獲得できず敗北した。1970.80年代には韓国の軍事政権を打倒して北朝鮮を支援する動きや市民活動が強くなる。ベトナムに平和を。市民連合に代表される市民運動なども起こった。しかし、 安保闘争の規模と参加者を超えるものはなくなった。背景には、成田闘争における過激な抗議活動や日本の震災翼による相次ぐテロ活動によって、安保闘争参加者や好意的に思っていた人々でさえも、学生運動や市民運動への考えが変わったことにある。1972年の浅間山荘事件は日本を新幹させ学生運動と、 デモが急激に衰退させた。日本社会党も途中までは新左翼を評価する発言をしたが、新左翼への世論の嫌悪が強まると離れた。特に、成田闘争での日本社会党には、党制拡大のために反対を、党の方針と決定して、多くの議員が土地を買うなど参加して、抗議活動をたきつけたが、地元の多くが保障で移転を受け入れ、 震災抑止動の過激な闘争で世論を支持を失うと土地を手放し最終的に成田空港を利用するようになった。三浦は特に安保闘争以降に選挙よりもデモや市民運動に過度に重視して非武装中立や自衛隊解体を掲げていたのは支持層の固定と政権獲得放棄して3分の1獲得のみを目指す路線につながったと主張している。 1970年代初頭まで活動支援や擁護して審査欲を役に立つ仲間や支持層と放置したことを批判し審査欲が広く知られた以降から国内のデモや抗議活動への寄避が国内の主流になったと主張している1972年以後に学生になった世代は白家世代と呼ばれデモや学生運動を寄避するようになる安保世代で 学生運動家の多数を占めていた。大学生も多くが入社後にサラリーマンになって学生運動やデモから離脱した。安保世代は高卒が圧倒的多数を占めていたため、学生運動を行う大学生という存在の多くがこのようにノンポリや別の政党支持者になったことは痛手となった。ノンポリは白掛け世代以降も数多く生まれて、 戦術活動家など以外がデモに参加しなくなった。組合内部からの闘争路線への支持も激減して、労働運動も下火になる。1990年代以降は、ソ連崩壊による冷戦の終結、それに伴う、イデオロギー対決の自由主義陣営の勝利、若者の政治離れ、日本の審査翼の展開した政治的主張の方法への慢性的な反感によって、 日本におけるデモはさらに衰退傾向になった。2003年のイラク戦争に対する反戦デモでは、数百、数千人規模の抗議がいくつかの都市部であったもの、東京での最も参加者が多かったデモでも、主催者発表で4万人など、安保闘争には及ばなかった。機動隊が警戒する中で行われる、中核派系集団による、半安国神社デモ戦後の日本で、デモといえば、 戦術の安保闘争や反戦、反核といった左翼、リベラル系市民団体による徒歩デモや右翼による外戦車を連ねる車両デモが主流だったが、2000年代後半以降は左翼系市民団体や行動する保守と呼ばれる右翼系市民団体は、インターネットなどを通じた草の根運動家がそれぞれ進み、従来のデモとは異なり特定の所属組織を持たない、 一般市民を巻き込んだ徒歩デモが目立つようになった。2011年の福島第一原子力発電所事故がきっかけで、同年6月11日に新宿で行われた6.11新宿原発やめろデモは主催者発表で2万人が参加し、反原発デモはその後も2012年7月16日に主催者発表で約17万。 警察発表で約7万5千人が参加した、さようなら原発10万人集会など何度も行われ、毎週金曜日の夜に官邸前で行われたデモでは、数万人規模となることもあった。他に、尖閣諸島抗議でも、竹島奪還でも、外国人人政権反対でも、富士テレビ抗議でも、日韓断交でも、特定秘密保護法反対でも、集団的自衛権反対デモなども、 各地で行われ、2013年には、海外、反感デモで、ヘイトスピーチを叫ぶデモと、その主張に反対する、カウンターデモが行われ、応酬することも起こるなど、デモは多様化にある。ビートルズ来日時入浴が、青少年を不良化するビートルズを日本から叩き出せ、というデモを行い警官たちと衝突した。その記録映像は、コンプリートビートルズや、 ザ・ビートルズ・アンソロジーなどに使われている。日本の場合警備が厳しく、デモ隊より警備の機動隊の人数の方が多くなることもしばしばあり、さらに機動隊がデモ隊をぐるりと包囲する形で監視していることもしばしば見られる。これにより、日本でのデモ活動では事前計画を超えることが難しく、デモが自然発生的に大規模化する現象が起こりにくい。 昨今の日本のデモは諸外国に比べると穏やかものとなっている。しかし、日本におけるデモにおいても、かつての安保闘争の国会デモなど、怪我人を出す暴力性が見られることもある。日本でデモ活動を行うにあたり、道路上でデモ活動を行う場合は、道路交通法77条に基づき、諸葛警察署長の許可を受ける必要があるほか、デモ活動を行う都県、または、 市が公安条例を定めている場合はそれに従う必要がある。国会議事堂、外国大使館、領事館、政党事務所などの周辺部では、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静音の保持に関する法律が適用される地域として指定されている場所があり、その場所では拡声器を用いたデモ活動が制限されている。 また、破壊活動防止法では、破壊的団体に対して6ヶ月間以内の期限と地域を定めてデモ活動を禁止させることができる規定が存在する。1963年8月28日にワシントン DC で行われた人種差別撤廃をアピールするデモ行進、ワシントン大行進の候を参照のこと。アメリカ合衆国では、ファーストフード店の労働者らが最低賃金の 引き上げを求める大規模デモを2014年9月に計画した。その大規模デモは150以上の都市で行われ、マクドナルド、バーガーキング、ピザハットなどの労働者は連帯して最低賃金を時給15米ドルまで上げるよう求めていた。この継続的な一連のデモは15ドルのための戦いと題し大きな動きとなった。これらのデモ活動が 政治に影響力を与え始めた。アメリカ合衆国連邦政府が定める最低賃金は時給7ドル25セントであるが各州が独自に設定もできる。ニューヨーク州知事アンドリュークをもとその諮問機関が最低賃金を15ドルまで引き上げることに賛同して以来ニューヨーク州では15ドル水準の最低賃金が現実味を帯びてきている。ニューヨーク州が動けば 残りの州も追随するだろうとクオモは語る。バーニー・サンダースは2020年までに国内全域で最低賃金を15ドルと定める法案を連邦議会に提出しており、マーチン・オマリーも最低賃金引上げ指示を表明している。人々による熱心なデモの成果が出た。2016年4月上旬、アンドリュークオモは ニューヨーク市とその周辺地域の最低賃金を時給15ドルに引き上げるための法案に署名した。ほぼ同時期にカリフォルニア州知事ジェデー・ブラウンはカリフォルニア州の最低賃金を現状の時給10ドルから2023年までに時給15ドルに引き上げる法案に署名した。ブラウンは以下のように語るこの法案は経済的正義のためであり人々のためであり アンバランスが生じるシステムにいくらかのバランスを与えるための招致だ。今日は重要な日であるが、これからさらに前進するための重要な第一歩でしかない。前進し続けよう。我々は立ち止まってはいられない。2018年2月14日、フロリダ州のマージョリー・ストーンマンダグラス高校で銃乱射事件が発生すると、同校の生徒を中心に銃規制を訴える行動が、 盛んになった。2018年3月24日、生徒たちがワシントン DC で企画した重規制要求デモは数十万人が集結するという全米でも近年まに見る規模となり、アトランタ、ボストン、シカゴ、シンシナティ、ダラス、ヒューストン、ロサンゼルス、マイアミ、ミネアポリス、ナッシュビル、シアトルなど各都市へも波及した2016年には20万人規模の ロウソクデモで、牧金恵前大統領を退陣に追い込む要因になるなど、社会的に大きな影響力を持つ。デモは、総ル市小六甲家門周辺で盛んに行われており、2017年には1年間で2563件のデモが行われている。2015年1月11日、パリを中心に、テロへの抗議運動が発生。 直近に発生したシャルリー・エブド襲撃事件の被害者や路上で襲撃された女性警察官、ユダヤ系食料品店襲撃で殺害された4人などを痛み、テロへの抗議を行った者。デモの参加者は、フランス全土の参加者は370万人以上と、フランス史上最大規模であったと推定されている。2017年5月1日、パリでデモ隊の一部が暴徒化。 警備に当てったいた警察官2名が火炎瓶の投擲を受けて重傷を負った。フランス国内ではメーデーの際にデモが発生することは毎年のことであるが、翌週に2017年フランス大統領選挙の決選投票を控えた時期でもあり、活動が先鋭化していた。2018年11月17日頃から燃料税増税に反対する黄色いベスト運動が健在化。 翌月にかけて暴動を伴う大規模なデモ活動に発展した。2018年9月11日、当日は18世紀にバルセロナがスペイン帝国との戦争に敗れた陥落記念日であり、毎年カタルーニャ地方の独立を要求するデモ行進が行われるが、前年に衆議会が独立宣言した後ということもあり、 バルセロナに100万人の参加者を集めて行われた。2019年10月以降、断続的に独立を要求するデモ活動が行われ、同月18日には約50万人、翌10月26日には約35万人を集めるデモが行われた。工事園岩波書店。青島幸男はこれにこうするために、国会議事堂前で民主主義の敵、 金丸を許すなと書いたプラカードを掲げて、一人、座り込みを続けたことがある。破壊活動防止法、人事院、規則、14から7、自衛隊法施行令日本国憲法の改正手続きに関する法律、国立公園集団施設地区等管理規則、国民公園、千鳥が地戦没者墓園並びに戦後強制抑留、 および引上げ死没者慰霊被延地管理規則米へよこせ。でもとバんく、段階世代の戦後史、P247、三浦天、2007年、段階世代の戦後史、P274、三浦天、2007年、段階世代の戦後史、P249、三浦天、2007年、段階世代の戦後史、P251、三浦天、2007年、 段階世代の戦後史、p 二百五十三三浦店二千七年。段階世代の戦後史、p 二百七十三三浦店二千七年。再稼働反対叫ぶ二十万人の、洪水起動対車両が、鑑定突入防ぐ田中流作ジャーナル二千十二年六月三十日。再稼働能だ、官邸前、空前新聞赤旗二千十二年六月三十日。おしゃお。 模様にもよるが、主催者発表というのは、実数より多く交渉されることがある。もっとも、6.11脱原発100万人アクションと、名打ち全国に呼びかけられていたこの日のデモは、各地で他の脱原発デモも行われたため、総参加者数はさらに増え、合わせて7万9千人とも伝えられた。またこの前後にも4月10日に、公園寺で1万5千人、9月19日に、 明治公園で6万人規模の脱原発デモが行われた。なお諸外国では数万人規模のデモも頻繁に起こる。例えばイタリアのジェノバのサミットの時に起きた時は25万人の参加者がいた。福島第一原発事故に際してもドイツではベルリンなど国内4都市合計で25万人が参加した。朝日新聞ドイツで半原発25万人でも福島事故を受け。 英称2011年3月26日23時37分。震災3ヶ月。各地で脱原発でも福島、新宿、フランス、朝日ドットコム。大江健三郎さんら脱原発訴え都心で6万人。参加でも朝日ドットコム6.11脱原発でも48%が。初参加ネット口コミ7あり朝日ドットコム8と、さよなら原発。 17万人都道国書の中災害規模。東京新聞。2013年9月8日閲覧。激化する、ハイガイデモ。新大久保で、反ハイガイ主義の、カウンターデモと激突週刊 SPA。在日は帰れ。レーシストは帰れ。4.21新大久保反官デモとそのカウンターを、直撃取材1、公益サイトレビュー1995年。 ネーション・オブ・イスラムの呼びかけによりワシントン・ DC に100万人の黒人が集結した例がある。いわゆる100万人大行進。ファースト・フード・ワーカーズ・プラン・ビッグ・ゲスト、U.S. ストライク・ツー・デート・オーバー・ミニマム・ウェイジ・ドミニク、ルーシ、ガーディアン2014年9月2日経済面、A.B. ザ・ラピット・サクセス・オブ・ファイト・フォー15ドル、This is a trend that cannot be stopped, S. グリーンハウス。 ガーディアンがアメリカ関連面2015年7月24日 AB カリフォルニアニューヨークサインイントゥロービルレイジングミニマムウェイジ25ドルアンヤワーエイジャスティスインターナショナルビジネスタイムズ5エプリル2016ベーシュト高校生の呼びかけで数十万人が銃規制要求でも過去数十年で最大 AFP2018 年6月17日閲覧 コラム、葛藤と分裂の大韓民国。朝鮮日報。2018年11月20日閲覧。フランス史上最大のデモ行進。今日、パリは、世界の首都になる。ハフポスト。2018年12月15日閲覧。警官が、左間に、フランス大統領選の反対デモが暴とか、どちらも選びたくない。ハフポスト。2018年12月15日閲覧。 100万人カタルーニャ独立要求。産経新聞。2019年10月27日閲覧。バルセロナ5日目の抗議デモに50万人衝突撃カゼネストも。AFP2019 年10月27日閲覧。バルセロナで大規模デモ35万人が平穏に更新急進派のデモでは警察と衝突。AFP 2019年10月27日閲覧、ありがとうございます。